春秋園の一室での天竜春秋園事件は、1932年1月6日に、発生した力士の葬儀事件である。32人の力士が大日本相撲協会に対して、体質改善を要求して、ストライキに入ったが、交渉は決裂し、当該力士らは、協会から離脱し、独立団体を結成した。事件名の由来は、東京府江原郡大井町の中華料理店。 春秋園に立てこもったことに由来する。また、首謀者の名前から、天竜事件、天竜、大の里事件とも呼ばれている。複数の関取が、力士としての地位工場や大日本相撲協会の体質を改善するよう要求して、協会を離脱したが、力士側の要求はほぼ受け入れられず、結局多くの離脱した力士が起算した。離脱した力士によって、 新興力士団、革新力士団が結成され、両者によって、大日本相撲連盟が結成された。1932年1月場所の番付が、発表された翌日である1月6日、天竜三郎は、東京、大井町の中華料理店、春十円の大広間、金納の間での食事会に、出羽の海一門の前席取りと幕下力士一名を、呼ぶ。天竜が決起場所に、 春秋園を選んだ理由は、店主が天竜の講演会員であったことによる。春秋園の側も、この機会に、店の新メニューであった、ジンギスカン料理を PR しようと目論んでいた。その席において、天竜、大の里一万助は、大日本相撲協会の改革の必要性を訴え、以下の劇文を発表する。劇今回の挙は、 各界旧来の兵衆を打破しま秩序ある純正なる、相撲道建設を目標とするものなれば、諸君よろしく藩を垂れ結束を、主と指示側を捨て節制ある行動をあらんことを望むそして、力士側の要求を10項目にまとめ上げて教会に提出48時間以内に回答するよう求めた。教会側は、出羽の海部屋の先輩に当たる年より、 春日野と藤島を派遣して説得するが、天竜たちは、市場を捨てて立ち上がったと回答する。その後、何度となく交渉したものの、協会側が提示した回答が要求に応える、内容ではないとして決裂し、1月9日に、西方の関取全員と複数の幕下力士が、大日本相撲協会から脱退した。1月12日、 大日本相撲協会は2日後に控えた、上記番付での春場所開催を無期延期とすることを発表した。同日、新大関、武蔵三部が脱命することを発表。その後、協会と脱退力士との交渉は決裂し、事態を重く見た、右翼団体、関東国水会が調停に乗り出すも、和解するには至らなかった。1月16日には、ではが、 学文次郎を除く脱退力士が自身の曲げを切り落とした。その後、脱退力士から東方の力士に対しても脱退の勧誘があったことで多くの力士が賛同し1月26日に伊勢神宮参拝を名目に名古屋へ向かい協会脱退の方向を示した。このため幕内の東方力士は11名しか残らなかった。脱退した力士は西方が 新興力士団、東方が、革新力士団を結成したが、後に合併して、大日本相撲連盟が結成された。なお、当時の幕内は、東西制だったために、東方、西方で分かれているが、重量は、総当たり制のため東西が混ざっている。東方力士だったいと同日、新大関、武蔵三部が大日本相撲協会へ帰参するが、幕内12名では、 本場所など開催できるはずがなく、重量力士を持ち上げようにも残留したのはいずれも、立浪部屋のわずか3名で、これを合わせても15名でまだ足りなかった。このため、東幕下筆頭の国の浜から、東幕下3枚目の玉の裏までの5名を持ち上げ、幕内を元の半分の20名、重量20名とする、暫定番付が作成できた。 判例この番付では張り出しを作らなかったため、東大関の後ろ方の次は、西関脇の清水川、これ以降幕内は、西から東への序列となっている。幕内に幕下力士を持ち上げるほどであることから、当然、十両力士は、東西の幕下4枚目から13枚目までの幕下力士を重足させた。なお、この際に、 幕下から幕内に持ち上げられた5名のうち、玉の裏だけは、当時まだ重量経験がなく、引退まで陥落することもなかったために、昭和以降で、唯一の重量経験が全くない幕内力士となった。この場所は、繰り上げの影響によって、新入幕8名に加え、新重量が15名も存在するという空前絶後のものとなった。2月22日より、 本場所が行われ、脱退した、力士48名と、四季森三郎ら行事4名は、全員が2月23日付で、除名処分とされた。しかし、当時は、人気力士が多く抜けたことに加えて、世間の興味が、天竜一派に向いていたため、8日間行われた2月場所は、人数不足と急増番付という状況であったため、取り組みは、 従来の東西制を廃止して、系統別総当たり制で実施した。これによって、従来は組まれなかった対戦が組まれ、さらに入場料も下げられるなどの点があったにも、かかわらず観客は少なく、収入は、従来の1日分にしかならなかった。春十園事件によって、力士団が要求した内容は、相撲協会の会計制度の確立とその収支を、 明らかにすること工業時間の改正、夏場所は夜間工業にすること入場料の値下げ、閣議の大衆化相撲茶屋の撤廃年寄りの制度の全自廃止用老金制度の確立地方巡業制度の根ポ本ンポン的改革力士の収入増による生活の安定上院の整理力士協会の設立と力士の共済制度の確立である。当時の大日本相撲協会は 1923年9月1日に発生した関東大震災で消失した両国国技館の再建に伴う巨額の負債を抱え、さらにその債務が滞っていたこと、それに加えて租税も滞納していたと言われる。事件の数年前には、年寄りの一部から造反があったり、さらに力士の着物代が滞っているとして業者が、 教会相手に破産申請をするという騒ぎまで発生した。一方で、力士の生活は休場ににしていたと言われる。場所ごとに支払われる手当では、到底一年を過ごすことができず、師匠から前借りをして、養老金で返したために、老後の蓄えが全くなくなる者、講演者を回って小遣い稼ぎに走る者、中には、 風呂で講演者の背中を流す力士までいたと言われる。相撲に武士道の考えを導入し、力士の品位向上に寄与した、日立山谷上門の時期で死だった天竜には、そうした力士内の現状が品位の下落として許容せざるものだったのではないかとされる。さらに入場料が高めで、入手が難しいという問題点も抱えていた。 末席の入手方法も相撲茶屋を通さねば、一般人は買うことができず、その相撲茶屋も一部の親方衆が、間接的に経営しているために、力士から手当をピンハネしているという噂のほか、親方衆が私服を肥やして、力士の球場がますます広がっているとも言われていた。1927年に行われた各界の東西、合併も、それによって、東京協会が、日本で、 唯一の工業組織となったものの、親方、力士を含めて、多数の上院が発生するという問題点も、抱えていたとされる。これらの問題の数々が、天竜らの決起の要因だとされている。天竜らが要求の中で最重要視したのは、教会の財政問題、つまり一番目の要求だった。これに対する教会の回答が不誠実なものだと、天竜らは評価し、 脱退へと進んでいったというのである。ではが、学以外の力士が全員ちょんまげを落としたのは、教会の一任を受けて、朝廷に乗り出した、右翼団体の矛先を交わす目的もあったと言われている。これらの動きを受けて教会は、同年1月29日に改革方針を決定した。このうち、力士会の設立や養老金制度の確立などは、要求を受け入れる形となった。 また、会計制度の確立、相撲の普及活動の充実などについては、後の改革で実現、夜間工業も一場所限りながら実現された。相撲茶屋は1980年代中頃に、整理されて20件の相撲案内所と名を変え、新規設立された国技館サービス株式会社の参加において事実上法人化されたが、末席権入手の難しさなどは、 旧体以前で批判も多い。年寄り制度、巡業制度などは、現在も模索が続いている。同年2月、協会首脳である取締り3名、出羽の海、入間川、高砂は、総辞職した。公認には引退後間もない藤島、春日野のほか、立浪、西木島の4名が就任した。一方、脱退組は1932年2月4日に、東京、 根岸で、初の興行を打って、成功を収めた。力士層あたりのリーグ戦で優勝者を決める斬新な、方式も監修に受け入れられてその後の興行も、成功を収めたが、事件に参加した、力士全員が曲げ落として、教会との決別の意思を表明した時に、唯一曲げを切らなかったではが、額が、脱落して、同年、5月場所から教会に帰参すると、 内部分裂も発生し、1933年には、若島、浅しら多くの力士が起算した。このため教会は、1月場所で幕内格別席、重量格別席、幕下格別席を別番で発表する2枚番付けを発表した。残った天竜たちは、1933年2月に、関西相撲協会を設立して、大阪に本拠を構えた。 大日本相撲協会は1932年には前年までの形式を踏襲して年4場所興行したが関西相撲協会が関西に本拠を置いたため3月と10月に行っていた関西本場所を廃止して1933年以降は大正以前と同じ1月と5月の東京場所のみに戻ることになった。 いち早く一派を脱退して教会に帰参した、武蔵山は、大関のまま再出発したが、当時の世論は、天竜たちに同情的であったこともあり、武蔵山には、裏切り者の罵声が飛んだという。後に横綱に昇進したものの、事件前年に負傷した右腕の影響もあって、期待通りの活躍を収めたとは言えず、事件をめぐる一連の行動は、 武蔵山の土俵人生に陰影を落とす。天竜は、たまに四三右衛門の横綱面居住よに関して、教会と吉田塚酒に人格面で横綱の資格を満たしていないとの意見を出したが、両者からあっさり無視されるなど徐々に劣勢となり、満州に活動の場所を求めるが、双葉山の活躍にも押されて徐々に客足が衰えていった。 この時期の関西協会に対して、作家の船橋誠一は、トーナメント式の三番勝負は、国技館の一番勝負より、小モードが激しいので変化の多いものだったと、回想している。後年には、関西協会の相撲が急速に飽きられた原因として、力士の象徴である曲げをなくしたことと工業が、トーナメント形態であることを挙げる分析も見られている。 1937年12月に関西相撲協会は解散した。この時、関西協会に所属していた力士のほとんどが1938年1月場所付で東京に復帰、または新規加入した。復帰者は、脱退時より一段下に編入され、関西で入門したもので、桜金リーチが幕打ち、重量だったものは幕下付で、 それ以下の者は死んで死扱いとなった。この時復帰しなかったのは、大の里、天竜、山西樹、西樹葉、雷の峰、あやろうたちで、天竜らを支えた大島は1936年に、潮の浜は1937年に亡くなった。大の里は、愛弟子たちの起産を見届けると、中国、大連の病院で寂しく、この世を去った。 1957年4月、国会で公益法人としての相撲協会のあり方が問われることになった。曰く寄付行為に定められた本来の事業をせず利益追求のための工業組織化しているというのである。特に相撲茶屋問題を中心に議論となった衆議院文教委員会に参考人招致された6人の中に天竜、長井孝一郎、 教会代表として、武蔵川の三人が出席した。事件の首謀者だった、天竜、事件の余波で入幕したではの花、事件で一旦は脱退した男女の川の師匠で、自らも、教会運営をめぐって相撲会を離れた、長いで、事件から二十五年後に、くしくも春秋園事件に関わった三人が揃う。当初は、天竜が、支援に走って起こしたものだという評価があった。 前期の通り、1932年1月場所で、武蔵山が小結びから大関に昇進したが、それは、関分けだった天竜を飛び越えてのものだったため、武蔵山と激しい大関争いを繰り広げていた、天竜が末置かれ、不満を募らせた挙句に発生させた、という見方である。武蔵山の昇進には、 ボクシングへの転向が噂された、武蔵山の引き止め策だとする見方に加えて、天竜や大の里が、元横綱、日立山谷右衛門の五代ではの海の弟子、武蔵山が、日立山の没後、元小結び両国家之の助が六代ではの海を、襲名してからの弟子で、自家弟子ばかりを交遇する六代ではの海に対する、不満の背景にあったのではという見方まであった。しかし、今日では、 この事件の背景は、教会が長年抱える体質にあったとする見方が有力である。天竜が、教会に突きつけた要求は、いずれも当時の学会が抱える、問題点を鋭く指摘していたと言えるためで、こうしたことから今日では、天竜の支援説よりも、学会の今後のあり方を問うた事件としての再評価が、されている。春秋炎事件が発生する前にも、 力士の相乗は存在している。古くは、江戸時代のカエ事件から、明治の高砂改正組事件、中村郎事件、新橋クラブ事件、三河島事件まで、全てが、力士によって決起された事件である。これらの多くが、教会側の応募や、力士の処遇への不満に抗するために発生した、事件だと言われており、これらによって、 天竜が要求で指摘した各界の体質は、古くから長く抱えていたものだったと見ることが可能である。なお、春十円事件以後、個々の力士が待遇に不満を述べる事例は、大小様々発生しているが、2020年現在までに、力士による葬儀事件、ストライキに至った事例は発生していない。ありがとうございます。